各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、呼応するように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を走った信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。徳川勢など滋賀にもかけない信玄は家康を無視して通り過ぎようとしたが、そこへ徳川出陣の砲が入った。三方ヶ原の戦い。親方様、徳川勢に動きが。無謀にも我らを相手に打って出るつもりのようで。小僧め、静かにしておれば見逃してやったものを。頭に血が昇り我を忘れたか。父上はこのまま先へお進みください。徳川ごとき、私が軽く打ち払ってまいりましょう。いや、この機に格の違いを思い知らせ、息を削いでおくのも悪くはあるまい。皆に下地を飛ばせ。全軍をもって徳川を叩き伏せる。はは。体がこの調子では先を急ぎたいところではあるが、徳川の小僧どうも捨ておけぬ。格の違いを見せてやるわ。この四郎もお連れください。徳川がその気なら相手をしてやるまでだ。今日は己の無謀を後悔することになる。まずは騎馬隊の進軍の妨げとなる敵を速やかに排除しておけ。見つかったか。撤収するぞ。うす
我らの動きを探っていたようだな。逃がさず討ち取れ。本陣の守りは信房に任せる。よいな。気をかけず片付けた方が良さそうだ。急げ。愚かな。悪が違う。引かせていただこう。急げ。そこだ。お見事にございますな。尋常に勝負いたせ。敵将打ち果たした。かなう相手ではなかったか。それまで。そこだ。済ませろ。侮るな。早速騎馬隊が押し出してきやがった。仕方ねえ。俺が止めてやら。開門。ブス、あの武者、我が騎馬隊を阻む気か。させぬぞ。貴様が信玄か。この手で打ち取れるかと思う。武者震いが止まらねえぞ。その俺を前にして大口を叩くとは大した胆力よ。名乗れ。三河の秘書本田平八郎忠勝だ。一旦引くしかねえな。開門。略すれば拾うぞ。これでよし。皆の者、目指すは浜松城だ。進め。武田を相手にかような気概を見せると家康も一発の者の譜になったものよ。だが当主としては未熟。相手が悪いわ。砦を守る城を撃て。それにやらせろ。私がやろう。よかろう。そこだ。武田の名にかけ勝つ。そこだ。敵将打ち果たした。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。お城に入れてやるもんですか。侮るな。武田の
名にかけ勝つ。今ぞ、ここに攻め入り小僧の首を取れ。開門。私は逃げも隠れもしないぞ。かかってくるがいい。抑えられたな。この勢いで浜松城を攻め立てよ。敵将打ち果たした。聞かせていただこう。お見事にございますな。そろそろ次の手に移る。抗おうと無駄よ。影武者か。徳川の小僧め、面白いことをする。我が秘術見破れるか試してみよう。半蔵のおっさんが敵の目を引きつけている。今が好機だ。全軍、浜松城を包囲せよ。いる敵を討ち取るのだ。徳川の包囲を崩せぬ。だが動じるでない。我ら武田こそが強者。それを忘れるな。ようやく目障りな忍びが消えたか。勢いは俺たちにある。かかれ。父上の手を煩わせては情けない。ここは己が手で活路を開かねば。何？半蔵殿がやられただと？皆の者、撃って出るぞ。開門。波焦りが見えた時こそ勝機。隙をつき大いに風穴を開けろ。
出るぞ。三河武士の意地を見せてやれ。出やった。伏兵を仕込んでおった。だがこれしきねじ伏せるのみ。扉の守りはもう、おい、前線に進め。崖上に敵の弓兵が。このままでは進軍の触りとなろう。何、敵の増援だと。これでは親方様の命に応じられぬ。この窮地いかに脱するか。うーん、来そうぞ。打ち死に。そこだ。敵将打ち果たした。打ち死に。お見事にござった。そこだ。聞かせていただこう。負けてなるものか。侮るな。戦つ。殿をお守りするのだぞ。打ち死に。そこだ。叔父上！前線しているとはいえ、武田の勢いは止まりそうにない。この劣勢を覆しようがないならば、私は徳川の当主としてどうすべきなのか。これで少しは。そこだ。かかってこい。負けてなるものか。侮るな。苦しい中で奮戦してくれている。この上は私も前線に出て戦うぞ。よせ竹千代、今は逃げるんだ。お前が死んだら仲間の犠牲が無駄になるぞ。下がるほかないか。みんなすまる。徳川の小僧は逃げたか。だが最後にもう一人、あの武者が我らの行く手を阻みたい。勝利条件変更。このまま行かせるわけにはいかねえ。受けたまわった。先に進みたけ、本田平八を倒していけ。徳川ごとき武田の敵ではない。勝頼様が奮戦しておられるぞ。我らも続け。家康様が無事に撤退できるよう時を稼げ。開門。打ち死に。うす。打ち死に。
歯応えのないことだ。安心しておったか。武田の強さは本物だ。腹が落とむだよ。武田本陣を守る将を撃て。は受けたまわりが不明、恥じるばかり。愚かな、格が違う。耐えきれ、引かせてもらう。お見事にございますな。与えられたお役目、何としても果たさねば。ないことだ。違えてでも知った仲間の無念は晴らしてやる。隠したと侮っていたが、徳川主従の結束は大したもの。当家を脅かす存在になるやもしれん。この木に叩いておくにしかずだ。悔しいが、ここまでか。今ならば徳川を滅ぼすも容易かと。父上、
私に負わせてはいただけませぬか。目的は達した。この戦ここまでにしておいてやろう。武田の武勇、天下無双よ。やはりこの木に浜松城を落とし徳川を潰しておくべきでは。時がない。なぜそのように先を急がれるのです。まさか父上、お体の具合が。こたびの戦で見せた徳川の結束は侮れぬ。小僧の器もこの先さらに大きくなろう。だが幹が腐れば枝葉も枯れる。織田を打ちさえすれば徳川に生き残る道などない。故に先を急ぐ。俺の目の黒いうちに織田を滅ぼし天下をもぎ取る。父上は私のみの力では徳川にすら勝てぬと、そうお考えなのですか。資料が不足なのではない。俺の代わりは誰にも務まらぬ。この信玄が率いておればこそ武田は最強なのだ。残された時は少ない。行くぞ、四郎。承知しました。